美味しい海の幸を食べて海に思いを馳せよう。琵琶湖オーツプリンスホテルと海と日本プロジェクトのコラボメニュー、金目鯛の煮付けが販売。海のない滋賀県の人たちに美味しい海の幸を味わってもらいたいという思いで、今回メニューを作成させていただきました。琵琶湖と海はつながっている、海と日本プロジェクト in 滋賀県。コラボメニューに使用する食材は、高知県の宿毛湾周辺で水揚げされた金目鯛。宿毛湾周辺は海流がぶつかる位置にあり、山からの栄養も深層水からの栄養もある肥沃な海です。魚のゆりかご、天然の養殖場と呼ばれ、多くの魚が生息し、漁業が盛んに行われています。金目鯛に関しては、特徴的には程よく脂が乗っているで、くどくなく、食べやすいというのが特徴になります。なので料理なんかにするとしても、程よくその食べ頃の脂が乗っているという部分で、非常に食べやすいと言われる、特徴を持っております。漁獲方法に関しましても、丁寧に取ってきて競りにかかりますので、その日に取れたものを最短で翌日に、日本全国に届けれるような、手配を取っております。ぜひ美味しい魚含めてですね、食べていただいて、また興味持っていただけましたら、高知県の方へ、観光も兼ねて、美味しい魚を食べていただけたらいいなと思っております。コラボメニューが食べられるのは、琵琶湖が一望できる琵琶湖オーツプリンスホテル36階の和食清水です。この琵琶湖の美しい景色をご覧いただきながら、美味しい海の幸を食べて、この後琵琶湖について、また海の環境について考えていただけるきっかけになればと思っています。高知県から産地直送された金目鯛を、滋賀県守山市遠藤醤油の木桶仕込みで作ったこだわりの醤油でじっくり煮つけました。料理長も自慢の一品です。この滋賀県の産の魚がないっていうところなんですけども、こういう魚を滋賀県の調味料で味付けをしていて、大変素晴らしいお醤油でもありますので、滋賀の魅力も一緒に伝えられればなと感じています。やはり旨味が強いですので、そちらがより一層引き立つように、甘めにあっさりと炊き上げております。コラボメニューの販売期間は3月31日まで。滋賀県には海はありませんが、森も琵琶湖も私たちの生活も海とつながっています。海の恵みがなくて、もう昆布も鰹節も作れない、使えないってなってきますと、その和食の根底にある味付けであったりだとか、風味、香りだったりとか、五感っていうのを楽しむ料理になってるかと思いますので、そこの一つが欠けてしまうだけでもう成り立たない料理だと感じておりますので、今後もっと料理のことだけではなく、自然環境も考えた上で料理に携わっていければなと感じております。琵琶湖オーツプリンスホテルは、持続可能な成長に向けて環境保全に取り組んでいます。この琵琶湖を取り巻く豊かな自然環境を守り続けることが、いずれこの琵琶湖の水が海へとつながっていく、そのつながりを大切にしていきたいと思っています。おいしい海の幸を食べて海に思いを馳せ、自分にできることを考えてみてはいかがでしょうか。コラボメニューを注文された方には、滋賀県産木材で作ったカードスタンドをプレゼント。琵琶湖オーツプリンスホテルでお待ちしてます。海と日本、ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。